ですね、今ね僕が来てるところはどこかというと、京都でねめちゃめちゃ有名な伏見稲荷というところに来てるんですけど、何でもその外国人の行きたい観光スポットランキング、1位6年連続1位かなにされるぐらい結構有名なとこなんですけど、そのね伏見稲荷、まあ、24時間参拝できるんですけど、山頂まで行ってみようかなという感じで今日は撮影していきたいと思います。それではね皆さん最初からどうぞ。というわけで伏見稲荷大社にやってきました。でこれで結構ね山の上まで登るみたいなんですけど、コロナウイルスの影響でねこういうのもちょっと中止しとるような感じですね。今日のねクレイジールート、今現在地がここなんですけど、こう行っちゃうと普通に終わっちゃうんですよね。今日はねあのここをこう行って上登ってこのねとこまで行って、上の熊高社というのがあるんですけど、まあ、その辺まで行ってみようかなと思いますけど、どうなんですかね、かなり夜なんで。早速行ってきます。はい、結構新しいこの鳥居とかありますけどね、その企業の名前が書いてたりするんですけど、まあこれはねなんでこんなにいっぱいあるかっていうと、祈願してお願いします、神様お願いしますということでこの鳥居を建てた企業とか、その企業がね成功してありがとうございましたっていう意味で鳥居をねこうやって建てたりとかいうことでこんなに鳥居があるということです。でまあ稲荷って言ってもこの全国にね3万ぐらい稲荷があって、このね伏見稲荷大社っていうのが、一番大きい、中心部となる、稲荷らしいですね。総本山です。こうやってスクリーン上で見たらやばいなとか怖いなって思う人いるかもしれないですけど、まあ僕はもうねなんだろうな、結構そういうとこに行き過ぎてあんまり何も感じないんですよね。肝試しだろうとかいいかもしれないですけど、そうでもないですね。最近カラスが火のついたろうそくを加え去った。我が原因ともあれる火災が頻発しております。参拝後のろうそくには必ずお消しください。壊れてます。
2年1月7日これから建てるってわけかな。よいしょ、まだかな。人がいないですね、ここ。誰もいない。ペンキ塗りたて、立てたばっかりなんですかね、これ。これから塗るような感じですね。山頂まで5分。よっしゃ、あともうちょっと。ドリンクとかも値段がプラスアルファ100円ぐらいな感じですね。で、まあ、あのトラッシュボックスというかゴミ箱がついてない感じですね。山頂と着くから、よいしょ。めちゃめちゃ燃えてるな。これミニ鳥居みたいなのがありますね。古いなこれも。というわけで、無事にね山頂に到着しました。だいたいどうだろうね、どれぐらいかな、40分もかかってないような感じなんですけど、まあ休憩なしに行ったんでだいたい1時間半ぐらいじゃないですかね。あ、普通に行ったら、まあなんかネット、あ、YouTube ではなんか2時間ぐらいかかるとか言ってたんですけど、まあなんか撮影しながらやってたら多分それぐらいかかるんじゃないかなと思ったんですけど、思いますね。はい、でもなんかその山頂っぽくはないですね。途中山の中腹であの景色のいい場所はあったんですけど、はい、というわけでね、今日はこんな感じで YouTube 終わろうかなと思います。いやー、登ってきました。まあ、降りるのは多分20分ぐらいかかるのかな。というわけで今日はこれで終わろうかなと思います。それではまた。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。